皆さんこんにちは。今日はベルメゾンでフラップ扉の薄型サニタリーラックを購入しました。で、我が家は洗面所がとても狭いので、こちらの薄型タイプが欲しかったので購入してみました。で、今日はそれを設置してみたいなと思います。開けてみました。ここからは旦那さんに手伝ってもらって組み立てていきたいと思います。はい、完成しました。ではこれを洗面所に持ってって設置したいと思います。はい、このように置いてみました。我が家の洗面所は本当に狭いので、この薄さでバスタオルとかが入るのがすごい助かると思います。開けてみるとこのようにフラップ扉になっていて、ここにはフェイスタオルとバスタオルが入っています。ここは子供と旦那の下着、私の下着が入っています。狭いランドリースペースでもぴったりだし、すっきりした薄型フォルムが特徴です。収納部はフラップ扉になっているので、立ったままでも楽ちんに物が出し入れできます。ここの奥行きが20センチになっているので、狭い我が家でもぴったりです。3種類のサイズがあるみたいなので、よかったらチェックしてみてください。今日は洗面所のフラップ扉、薄型サニーラップの紹介をしました。はい、最後までご覧いただき誠にありがとうございます。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。コメントもよかったらお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。